これくらいの細かさ足りるでしょうか。これで作画してデジタルで縮小して。本当ですか。よく描けてますね。頭からへそまで3つを使ってどっかで見たやつが、やつがなんかわかる。よろしくお願いします。毎度。遠くにいると、あの近くにいる、どれくらい細かく描けばいいかというテーマ。どれくらい遠くなんだろう。一つのピクセル、どれくらいのロングがお好みですか。これくらいかな、こういう高さだと。どれくらい詳細なところが変わるんですか。まあその作品にもよるんで。たまにアニメで遠くにいる人がすごく簡単に描かれている。画面の大きいテレビで見たら結構あれは目立つでしょ。これくらいの細かさ足りるでしょうか。顔なしで。そうだな、まあこのくらいの大きさっていうんだろう。まあ大まかなプロポーションはこんな感じ。はあ、まあこの場合ロングって言ったな。ロングだったらこれで、もう口は省略していいとは思うんですけどね。じゃあ顔を描いてもいいけど、描かなくても、で目がただのポイント。もう点でいいでしょう、これぐらいが。ですね。で最近のあのテレビアニメーションは、はい、このサイズだとなんかスポンサーが納得してくれないらしくて、これの 1.5 倍ぐらいの作画を縮小して貼り付けます。これで作画してデジタルで縮小して。本当ですか。そうするともっと細かく書いてあるらしく見える、はい、それは HD になったせいですか。それもあるんでしょうね。DVD のバージョンがたまに変わるので、たまにもう少し細かく、あの DVD のために書くんですか。 DVD リテイクとして、はい、作画をし直したり撮影をし直したりします。完全に書き直すことはあまりないでしょうね。ありますよ。ありますか。こういう等身の低いキャラを書く前に知っておいてもらいたいこともあるんですけど、これ8等身、はい、黄金比ですよね。これでちょっと書いてみてください。書いてみるか。そんな感じですか。はい。よく描けてますね。頭からへそまで3つを使って、あとの5つの目盛りで下半身を描いていくと結構、へ、ね、もっと自然に描けるんですか。それを意識して描くと八頭身が、ね、描けるでしょう。パルテノン神殿とかあるでしょう。あのそうですね、あれの黄金比がここが1だとしたら 1.6 でしょ。そう。ただ日本は違う。あい、これが A4 サイズなんですよ、この形ですよね。はい、これが実は1対 1.4 なの。まあ、はあ、黄金比に対してプラチナ比と呼ばれてるようなそんな感じなんですけどね。で日本のデザインは結構 A4、 西洋はこ1対6、はあ、1.6。 実際こうしてみるとどっ
かで見たやつが、ああやつがなんかわかるやつがパーテナに入らない、うん、こっちに入るのはやっぱり、あなんか見たことあるやつなるほどね、なるほど、この中にあのね電気ネズミを温めることもできるし確かに確かに、頭の上から3つそうがおへそ3つ使って、うん、その後にまあ自然に、うん、まあこれも一つの書き方なんで、うん、覚えておくと、でこれ小さく書くときにこの書き方が役に立つっていうことですか、うん、特には役に立たないかなではありがとうございます。はい、ありがとうございました。